見で出てくるのはスワローバング。さあね、あのままねレイチェルが連勝していくとね、アラクネが涙目な展開だったんでね、なんとかこれでジラアラクネの首がつながったとも言える。レイチェルなんだかんだで弱い弱いと言われるんだが、あのアラクネ使いにとっては脅威に変わらないっていう話がありますんでね。さあ行きましょう、中堅中堅戦になります。マトテイガー VS スワローバング。さあバングが出てくるとなると一気にブレイブルー始まってしまう。まあね、一般的には終わってしまうとか言うらしいんですけど知りません。僕の中では始まりました、やっと。さあ区内を投げつつ接近、いい感じにダメージを与えてくる。バング落としかい、補正をずうずうしく切っていく。しかしここは着地にゲットリー。まあ、マトさんですからね。きっちりそこは、リターン取ってきます。俺とは違いますか。さあ、しかし、スパークボルトを避けつつ、着地からタッチ、総称だ、大噴火で。まあ、まずはスワロー選手が、きっちりと仕事をこなしていく。だが、しかしね、いつこのダイヤブレイカーを起こすか分かんないのがテイガーなんで、馬鹿にできません、テイガーの火力は。ジャンプ B で接近、タッチ A で落とすも、なかなか思うように食らってくれない。さあ、これ対空のしゃがみにきっちり入るが、大きなダメージに至らず、上からかぶせていく、かぶせていく、いやらしいまでにかぶせていくが、しゃがみに。固めていく、コッパのとこ、あ、しかしここは A ドラ、無敵時間もあるんで吸っていく。ガジェットで引き寄せて、タッチ A から、タッチ B からの打撃と投げの2択、タッチ C をガードしていたものの、その後食らってしまう。さあ、大噴火決めていくが、まだごっそり体力残っているテイガー。前転で抜けようとするが、依然画面端、いやーこのジェネシックがマトテイガー、不用意な固めは美味しくいただきます、ゲート B。さあ、分かるようになってきた。最終ラウンド。お互いバーストも2個ある。さあ、まずは裏回りから、ゲアしばらく、金馬入って、タッチ C から、コレダで掴んで、6C、コレダは掴ながらず。しかし、タッチ C カウンター、いいダメージ入っていく。スライディングはかわす。磁力がついてるんで、慎重に行きたいが、そんなことお構いなしに、いい感じに、攻めていく、攻めていく。空間忍法、見えない。さあ、タッチを軸に固めていく。おっと、B 筐体が終了。お、三立てですか。 B 筐体バング2人がいて、かなり意気消沈していたシャトーヤブオラハザマのチームですが、シャトーアラクネがきっちり勝利。さあ、爆破さんが負けた後に吠えている。それでは、右上行っちゃいますかね。どっちでもいいよ、あとがいい、行っちゃい。じゃあ、右上ですね、5番チームと6番チーム、ダイスルノエル、木村ライチ、受動バングのチーム、対するはザンザンバング、ヨシキラムダ、フィルムハクメ、あ、違う、キルサンバング、赤羽人、ブラッキーライチのチームですね。言いますか、ブラッキーここにいます。ブラッキーチーム、キルさん、赤羽いる。で、木村チームがダイスル&受動いる。 OK、 3人いる。誰がいない。さあさあ、動画戻るとスワローワングが中堅戦を制して、大将ジライアラクネをおびき出している。おびき出しているか、引きずり出した。さあ、区内を盾に攻めていくが、地雷荒くね、ここをなんとか落としていきたいが、立ち絵から、楽屋つかず、一旦引いていく。のらりくらりと。さあ、ここは空投げから、コンボ決まるところでバースト使っていく。出ないと楽屋がついてしまう。さあ、総称だから、大噴火、これ死んだんじゃね？まだ残ってる。さあ、そして、
追撃を見せてしまったが、しかし飛び道具が引っかかり、まずはスワローバング、ラウンド選手勝利へリーチ。さあラウンド2、先ほど同様ジラーラクで距離を取りながらノーラリークラリと行きたいが、しゃがみしていいからガーッと追撃できない。ここは一瞬様子を見てからバング落としで崩していく、シンプルに打撃と投げ。さあここでバスト、しかし展開は全く良くならず、スワローバングが画面足で畳みかけるがジャンプ攻撃、いや入らない。区内を縦に立ち上から総称だ。そして大噴火で追撃して、これは残る立ち、いや違う、ここは出っ放しを拾っていくが、最後は区内が引っかかり、スワローバングが勝利。勝ち抜きは LC スワローシュートチーム。では右下行きたいと思います。ザンザンバング、ヨシキラムダ、フィルム博明のチーム。対するは、アキブロアラクネ、レディアラムダ、クロスワージーのチームですね。影響隊で行きたいと思いますんで、影響隊の方に集合してください。フィルムチームは3人揃ってる？大丈夫かな？レディアチームは、レディアさんいる、アキブロさんいる、黒沢さんいる、オッケー、じゃあその2チームです。でちなみにですね、 B 兄弟のやってるチームはダイスルノエル、木村ライチ、ジュドウバングのチーム。対するはキルサンバング、赤羽ジン、ブラッキーライチのチームが戦っている。先鋒戦出ているのはキルサンバング、いや違う、ジュドウバングとブラッキーライチが戦っている。いやまあね、昨日もね、あれ同キャラ 3-on-3 大会やってたんですけどね、9チームだったかな、9チーム27人、な9チームのうち3チームがテイガー ×3 のチームでしたからね、簡単なテイガーオフ会みたいになってましたけど、連日にもかかわらずね、こんだけたくさんの人が来てくれて本当に嬉しいです。だいぶみんなバテてる感じはしますけど、もうお正月終わりましたからね、なんとなく少しずつ平日通りのねスケジュールに戻していかないと生活がやばいと思います。さあ動画筐体の方準備ができましたら、ボタンの方を押してもらいましょう。先方が決まってるのかな、フィルムチームを。スタートボタンを押して開幕といきましょう。さあ先方出てくるのは、アラクネ、アキブロ選手のアラクネ。対するはこれはヨシキ選手のラムダですね。 1P 側がアキブロアラクネ、 2P 側がヨシキラムダということで、アラクネに対して当ててきたんでしょうか、ラムダを。さあまずは画面端で高いコンボ入ってます、4500。ああしかも受け身取った瞬間に飛び道具をカウンターして、画面端こかして下段から同じループコンボで、まずはヨシキラムダがラウンド選手ラウンツー。さあ、カナブック投げで落とし、空に逃げるのを読んでいたと言わんばかりですね。一旦バックステで距離を離し、ヒットアンダーウェイか、いや違う、結構荒国がいい感じに、前へ出てくる、前へ前へ。しかし、引っかかると、これ痛いコンボ入るんじゃない？あっという間に4000オーバー、痛すぎる。そして下がりながら飛び道具を打つって、さあバースト1個目使うも、まだラックインゲージがゼロ、これが痛すぎる。地上から素早い接近次第があまりないので、荒くね本当に辛すぎる。これは表裏し
かし、やはり楽にをつかないことにはどうも始まない。さあラムはネガティブワーニング出ているが、関係なしにこのまま迎撃する作業を続けていれば自然とダメージも取れてラウンドも取れる。あー引っかかってしまう。まずはキブロアラクネ。